はい、どうも、メタスです。本日もやっていきましょう。ということで、本日はマイカー購入への道のパート15になります。今回はですね、2つのお話をサクッとしていきたいというふうに思います。まず1つ目です。まず1つ目はですね、借金の完済が目前となっております。これは自動車ローンとかではございません。知らない方のためにもう一度ご説明いたします。私の抱えている借金というのはですね、約1年前にフリーランスとして立ち上がった時に、事業を立ち上げる費用、その時に借金をしましたということと、事業を立ち上げた後に出会ってしまったネットビジネス、いわゆるマルチ商法に引っかかってしまった時の借金、この合計額がまあ大体、まあそこそこ走る中古車ほど、軽の中古車ほど、溜まってしまいました。この借金をなんとか返そうということで、フリーランスを、すぐに辞めて、仕事を探してついた仕事が昨年の6月から、約9ヶ月ほど頑張りまして、この借金が間もなく完済するということでございます。まあ今実家暮らしでございますが、車が欲しい車が欲しいとは言っておりましたが、車を買う、ということなのであれば、この借金を完済してからというのが私の両親との約束でございましたので、その約束もいよいよ果たされるということになります。はい、2つ目です。ということで、間もなく借金が完済しますので、いよいよ、マイカー購入、本格的に動き出そうというところになりました。これは両親とも話が済んでおりまして、両親、だけではなくてですね、さらにですね、これ、今回一番お話ししたかった内容なんですが、実はですね、実家の近所にですね、もう徒歩歩いて 1,2 分のところにですね、小さな、中古車屋があるんですよ。私たち家族はですね、そこの中古車屋のお得意様でございまして、父と母、合わせて車3台ぐらい買ってるんですよね。ということで、もう顔見知りということでね、すごく、仲良くさせていただいております。で、その中古車屋がですね、なんと、今回の私のマイカー購入に協力していただけることになりました。いやー、これはでかいですよ。信頼できる中古車屋の、オーナーさんがですね、私のマイカー購入、とても喜んでくださいました。それに協力していただける、まあ要は車をね探してくださるということなんですよ。私の大好きなハスラー、購入予定もハスラーなんですけれども、そのハスラーのことをいろいろ調べてくれて、やってくださるということなので、まあ本当にありがたい話です。もう一からね、自分で探して現車確認してとかやんなきゃいけないかなと思ったんですけど、車のプロに、お任せできるということで、本当にもうこの安心感は段違いでございます。ということでね、本格的に動いてまいりました。で、ハスラー購入に際してですね、まあ、なんか欲しいグレードとか色とか、まあなんとなく固まってまいりました。まあ以前はね、J スタイルの赤とか言ってたんですけど、まあ、そんな高いグレードは今は、全く求めてないというところでございます。で、色もですね、写真にあるとちょっとね、モザイクかかってますが、デニムブルー。ちょっとね、大人っぽい路線にね、ちょっと今向いております。まあ、まだ時間はありますので、まあ、ゆっくり考えていきたいというふうに思います。ちなみに、購入時期でございますが、これも両親で、との話し合いでね、話が固まっております。最短、一番早くて、夏頃になります。7月8月頃になるかなというふうに思います。まあ一番早くてということなので、まあ伸びる場合もあるとは思います。ただ、これがね、ある事情によって早まる可能性もありますので、まあこれはあまり参考程度にということでよろしくお願いします。ということで、めちゃすでございました。本格的に動いてまいりますので、これから、ずんずん頑張っていきたいというふうに思います。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。